はい、こんにちは。税金専門税理士川南です。本日の動画はレシート領収書の保存方法、管理ってどうやってやればいいの、どういった方法でやるのがおすすめなのか、皆さん気になっていませんでしょうか。本日の動画はレシート領収書の管理方法のコツについて税理士が解説紹介します。そしてそのついでといってはなんですけど、レシートや領収書、インボイス制度が絡んできたり、また電子帳簿保存法が絡んできたりしていますので、そちらもプラスアルファしてレシート領収書の整理整頓動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。どれも概要欄からリンク飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。迷える自営業フリーランスの方向けにレシート領収書の整理保管方法について一緒に学んでいきましょう。はい、というわけで本日は電子帳簿とインボイス制度を絡めた領収書やレシートの保管と整理方法について一緒に勉強していきましょう。本日の内容です。レシート領収書の保管、一体みんなどうやってるの、気になるところではないでしょうか。整理整頓の方法を紹介します。そして次に、保管期間は一体何年取っておけばいいのか、法律で決まっているルールありますので、そちらの方紹介します。そして次に、電子帳簿保存法というのがスタートしています。そちらの対応はどのようにすればいいのか、電子帳簿保存法の基本のルールを解説していきたいと思います。そして次に、インボイス制度が関連してきますので、こういったインボイス制度の関連への対応についても動画で解説しますので、ぜひ最後までご覧になってください。では早速、レシート領収書の整理整頓保管について、次のスライドから見ていきましょう。まず大事な基本的なコツについて紹介をします。領収書やレシートの保管についてなんですけど、経費として自分の売上につながるような支出、自分の売上に必要な支払いは経費として計上することが可能になります。それらの支払いのレシートや領収書、必ず保管するようにしましょう。これ捨てたらダメです。保管をしておくっていうのが基本的なルール、大切なポイントになりますので、しっかり押さえてください。そしてその次に、基本的なコツ、まずは一箇所に集めましょう。お財布の中や封筒、車の中などなど、バラバラに置いてあるレシートや領収書、こういった保管方法は NG です。必ずですね、まずは一箇所、ここに片付ける、ここの入れ物に入れておく、このファイルに入れるというふうに整理する場所というのを一箇所決めましょう。これはどういったものでもご自分がやりやすい場所でいいと思います。そしてね、自分の経費が漏れているっていうふうになったらもったいないですので、この一箇所に集めるという癖をつけるようにしましょう。そして生活用のレシート領収書とビジネスで使っている経費のレシート領収書、これも一緒に一箇所にしてしまうと、後々分ける作業で手間がかかってしまいますので、必ず仕事用とプライベート、また家計簿をつけている方はですね、その家計簿のレシートとは別の場所に区別して片付けるようにしましょう。そして2つ目、必ず整理整頓をするようにしましょう。ファイルや封筒を使って月ごとに、また日付順に並べておくっていうのが効率的、また確定申告時期に自分を助けることとなります。そして何年何月の領収書か分かるように表紙、もしくはですね、ペンでもマジックでもいいので、何年度の何月分か分かるように記載をしましょう。ではこの整理整頓、もう少し具体的に次のスライドで見ていきます。はい、こちら具体的な方法です。領収書の整理保存のポイントなんですけど、まず月ごとに分けてください。月ごとにまとめるというのがコツです。さらに日付順に並べるようにしましょう。こちらはですね、わざわざレシートをね、机の上に広げて日付順にする必要はありません。自分でルールを決めて、新しいレシートが上に来るように自動的に置いていけば日付順になります。逆にですね、新しいレシートを下に入れていくという風にルールを決めるとですね、わざわざ机の上にレシート領収書をひっくり返さなくても日付順になるはずです。このようになるべく効率的にやるというのが大事なポイントです。そしてできたらですね、日付ごとにしておくといいので、多い時はですね、こういったように日付ごとにホッチキスで留めるというのもやり方の一つかもしれません。日付順に並べまとまったところ、そのレシート領収書を月ごとに封筒に分けておきます。クリアファイルでもいいですし、何か使いやすいものあれば、そういったものに月ごとに封筒に分けていけばいいと思います。そしてコツはですね、先ほどから言っているように、何年の何月分なのか分からなくなると困りますので、封筒の表なのに
にしっかりと記載をするようにしてください。そしてこれらの12ヶ月分、1年分をまとめて段ボールなど、また衣装ケースなどプラスチックのものでも構いません。わかりやすいようにそちらにもラベルをつけてですね、確定申告用とか何年分の確定申告のレシート領収書が入っているっていうように分かるような記載をしておくのをおすすめします。はい、そしてレシート領収書だけではなくてですね、他に必要な書類とかね、取っておかないといけない契約書などなど関連するペーパー、まあ書類がね、いろいろとあるかと思います。それらも一緒に違うファイル、また封筒に入れて一緒に保存しておくと分かりやすいのではないでしょうか。はい、こういったように文房具をうまく利用するのが賢い方法だと、いろんなね、顧問先を見ていて思います。これはファイルや封筒、また専用のファイルを使うのもありです。ではどういったものがあるかと言いますと、こういった月ごとにね、色が分かれているものに入れていくっていう方法でもいいですし、でもレシート領収書量が多いって方はですね、これに収まらないと思いますので、またもうちょっと自分に合ったものを探し出して使ってください。そして封筒ではなくて、こういったクリアファイルに何月分と分かるように、また分けれるようにしてですね、整理整頓するのも一つの方法です。そして次に、こういった領収書ファイルという専用のファイルもあります。こういった文房具うまく探して、自分に合ったもの、保管しやすいもの、まあ、作業しやすいものを見つけるのが大事なポイントです。またスクラップブックに貼るのはどうなんですかっていう質問あるんですけど、貼るのが好きな方は貼っていってもいいです。確かにあれに貼るとですね、レシート領収書が綺麗に一発で探すことができますので、そういった意味でもおすすめです。個人的に私は貼る手間がもったいないかなと思って、貼る作業の時間のことを考えると、あまり個人的にもおすすめしていない方法になります。で、どうしてこうやって綺麗に整理整頓しておかないといけないのかというと、税務調査があった時にですね、レシート領収書を見せてくださいって言われます。そうすると、きちんと整理されていると、やはりこの方はきちんとされている、整理整頓ができているなというふうに印象が良くなるという事実があります。もちろんですね、これをきっちり綺麗に分かれてるから税務調査何事もなく終わるということはないんですけど、皆さんやはり第一印象で大事じゃないですか、何事においても。そういった意味で、この事業者さんはしっかりされているんだなということで印象を上げることができますので、こういった文房具を使ってうまく整理整頓していきましょう。ではこのように日々のレシートや領収書を整理整頓したところはいいんですけど、一体どれくらい保管しておけばいいんですかという質問が次に聞こえてきそうです。一体何年間こういったものを保管しなければいけないのか、次のスライドで一緒に見ていきます。はい、保存期間についてなんですけど、青色の方と白色の方で少し違います。こちら表にしてありますので見ていきましょう。帳簿は7年、書類関係は7年5年のものと分かれます。こういった表を見るとなるほどと思うんですけど、皆さんこれは7年これは5年っていうふうにね、覚えるのなかなか難しいと思いますので、最大7年取っておけば問題ないというふうに覚えましょう。では次に白色の方の保存期間について見ていきます。同じく表を使います。はい、こちら保存期間、白色の方のルールで決まっている保存期間になります。これもですね、自分が青だから白だからっていう風に考えると難しくなってしまいますので、最大7年保管しておけば大丈夫ということで、統一して覚えた方が覚えやすいかと思います。それでですね、7年経ったら本当に捨てていいのか心配な方も出てくると思うんです。そういった方は10年取っといて、10年経ったものから順番に処分していけばいいかなと思います。そうすると確実にですね、万が一税務調査に入った時に手元にも保管している帳簿、レシート領収書がないということは絶対にないので、まあ、10年取っておけば絶対大丈夫。ルール上は最大7年取っておけば大丈夫というふうに覚えましょう。そもそもなんでこういった書類を保存しておかないといけないのという素朴な疑問上がってくると思うんですけど、こちらはですね、税務調査に万が一入った時にレシート請求書を見せてくださいというふうに提出、まあ、見せることになるんですね。その時にレシート領収書がないのに経費に上げていたりすると、まあ問題じゃないですか。そしてこれは自分を守るための大事な証拠でもあるんです。これは税務署のために用意しているというよりもですね、自分の身を守るためのもの、自分の証拠として保存が必要になってきますので、皆さんレシート領収書捨てないようにしてください。ではレシート領収書の保存期間と、また整理方法がなんとなくイメージがつかめたところでですね、次のポイント、電子帳簿保存法に絡む点について、次のスライドで解説をしていきます。では電子帳簿保存法がどういったものなのか、簡単に解説をしていきます。この電子帳簿保存法というのは、実は令和4年の1月1日からスタートしました。
ところがですね、なかなか実務が間に合わない、世の中がですね、対応するのが無理だということで、実は2年間の猶予期間が決定しておりました。要は一応制度自体は令和4年からスタートしているんだけども、まあ、2年間は移行期間として、まあ、緩く見ますよということです。そして令和6年の1月から2年間の猶予期間がもう終了してますので、本格スタートが始まっております。この電子帳簿保存法がどういった内容なのかと言いますと、電子データでやり取りした電子保存は電子で保存してくださいねってことです。例えばどういったものが電子データに該当するのかと言いますと、請求書や領収書など最近外部の取引先とやり取りするときに紙でわざわざ郵送するのではなくてメール添付すること増えてきたかと思います。そういったデータ上で領収書や請求書、見積書、納品書などをですねやり取りした場合、これは電子データに該当しますと。なのでこの電子データは電子帳簿保存法がもうスタートしてるんだから電子保存してくださいねっていうのが基本的なルールになります。これ以外にもですね、 EC サイトの明細書等も電子データ取引に該当してきます。代表的なもので言うと Amazon のお買い物が電子データとして該当してきます。この電子帳簿保存法について私は以前動画を出してます。このデータ保存、紙保存、自分は結局どっちなのっていう動画ありますので、ぜひこちらの動画ね見ていただいて、より理解を深めるといいかと思います。おすすめです。では次に、この電子帳簿保存法の一番重要なポイント、ここがわからないから皆さんね、電子帳簿保存法他の方と意見が噛み合わないという大事なポイントありますので、次のスライドでここだけ紹介したいと思います。詳しい詳細は今紹介した動画の方をご覧ください。はい、電子帳簿保存法なんですけど、1、2、3と実は分かれております。1番と2番は利用したい方が利用する制度になっております。これどういったケースが該当するかというと、大企業など大きい企業さんの場合、もうね領収書、レシートのやり取りの量が半端ないと、これを紙ベースで保管するのはもう厳しい、もうすぐにね書類がいっぱいになって、この保管部屋が溢れてきてしまうというような状況になっている規模の方、そういったね経営者の方、まあ会社などなど多くなってきております。この1と2を利用することによって書類の紙保存が不要になると。要はスキャンして保存して要件を満たしていればですね、帳簿や書類の紙保存が不要になる、捨ててもいいですよっていうことなんですね。3番が皆さんに該当してきます。このねスキャナ保存別にしたいわけじゃないと、紙の書類を捨てたいというわけじゃない、でも電子取引に該当するからデータで保存してくださいね、ここが皆さんに対応していただく必要がある電子帳簿保存法の制度となります。ここしっかり押さえてください。このね方法が3つあってですね、利用したい方が利用する電子帳簿保存法と、皆さん自営業フリーランスも含めて全員が対応しないといけない制度というふうに分かれております。ここを押さえないとですね、電子帳簿保存法分からなくなるので、改めて紹介をさせていただきました。はい、というわけで今解説したように、電子帳簿保存法令和6年1月1日からこのデータ取引、電子取引に該当するものはデータを保存してくださいねっていう風なルールになったんですが、これ実はですね、さらに税制改正で要件が緩和されたので、そこを紹介したいと思います。はい、実はですね、税制改正で要件が緩和してます。2年間の猶予期間が終わったんですけども、やはり無理かもしれない、対応が難しいという声がたくさん上がりまして、要件が緩和されましたので紹介します。今言った3番の電子取引データの保存、こちらが全員がお願いする、まあ、対応していかなければいけない部分になります。この3番の電子取引保存については、2024年1月以降も多くの中小企業が今まで通りの保存方法で OK ですよというような要件緩和の措置が出ました。こちら下の表ね、分かりやすく載ってますので、ぜひね見ていただければと思います。全ての事業者ということで、原則例外というようなことで要件などなど記載してありますので、ぜひ一度見てください。そしてですね、この電子取引データの保存をデータ上で保存しないといけないっていうことなんですけど、こちら猶予措置として、相当な理由によってシステム対応が間に合わなかった事業者の方はですね、書面で保存しておけば OK、 セーフというような猶予措置が出ております。ですので皆さん
ご安心ください。ただしですね、この相当な理由についてなんですけど、気をつけてください。めんどくさかったからできなかったとか、やろうと思っていたけどできていませんみたいな、ちょっとね、自分がサボってできなかったというのは NG になります。ではどういった理由なら認められるのか、まあ、システムの導入をするお金資金がなかったとかですね、経理の人を雇ったり、そこに人を割く余裕がないというような理由が認められればですね、今まで通り書面で保存しておけばセーブということになります。ですので、メール添付されている領収書や請求書もですね、相当の理由が認められたら今まで通りの方法で大丈夫ということです。ただし1点だけ注意点があります。税務署の職員からこの請求書をデータで見せてくださいって言った時にはですね、データで見せれるようにしておくっていうことが条件です。これデータを消去して紙保存だけしていますと NG となりますので、お気をつけください。データは消さないで残しておきましょう。そしてですね、メールが埋もれていてどこのメールかわからないというようなことが結局発生してくるかと思います。その場合はやはりですね、自分のパソコンのデスクトップが分かりやすいところにやはりダウンロードしておいてですね、保存しておくのがベストかなというふうに個人的に感じます。そのようにしておけばですね、万が一税務調査に入って税務署の職員からですね、このデータどこにありますかって聞かれた時にデータで見せれることができますので、やはりある程度はですね、ダウンロードして整理整頓しておいた方がいいのかなというふうに個人的にお勧めします。はい、というわけでこの緩和措置ちょっともう一回まとめたいと思います。印刷するのは OK、 でもデータで残すってことを忘れないようにしてください。そして皆さん、ここ聞くとですね、誤解されない点があるので、もう一点追加事項として紹介しておきます。紙の領収書のやり取りは今まで通りで OK です。紙の領収書もですね、データ保存しないといけないんですかというふうに勘違いされる方いるんですけど、紙の領収書、また郵送で届いた請求書や領収書はですね、紙保存のままで OK です。データを残すって必要もありません。ここしっかりと話し分けてください。というわけで、この電子帳簿保存法が新しく走り出したことによってですね、レシート、領収書、請求書等の保存方法も変わってきますので、今日このね、レシート、領収書、整理整頓の方にプラスアルファで解説を入れさせていただきました。ではここで電子帳簿保存法絡みが終わったところで、月ちゃん何が関わってくるのか。そうです、令和5年の10月からスタートしたインボイス制度もですね、適格請求書を保存しておかないということで、レシート領収書の保存に関わってくるので、こちら次のスライドで紹介したいと思います。はい、インボイス制度の関連からのレシート領収書の保存整理整頓について見ていきたいと思います。まず条件なんですけど、課税売上高が1000万以上でもうそもそも消費税の申告をしているというような課税事業者の方、そしてインボイス制度を令和6年の10月1日またそれ以降に登録してですね、インボイス登録をした事業者、これは免税事業者だったとしても自動的に強制的に課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。この課税事業者の方とインボイス制度に登録した事業者の方はですね、消費税の申告が必要となってくるということになります。そして消費税の申告が必要になってくるということはですね、仕入れ税額控除ができるかどうか、要は適格な請求書かどうかという必要があって、このインボイスを保存保管しておくというのが仕入れ税額控除ができる前提のルールとなっています。ですので、こういったインボイス制度もですね、レシート領収書の整理整頓に関わってくるということですね。そしてこの消費税の計算方法には3種類実があるんですけど、その中の1つ、原則課税を選択して計算する方はですね、こちら今言っているこのね、インボイス適格請求書を保存しておく義務が出てくるというふうに思ってください。その他の消費税の計算方法、簡易課税や2割特例を使う方は除外、関係がありません。この計算方法を使う方はですね、そもそも仕入れ税額控除、まあ、インボイスの保存が必要ない、保管が必要ないという方になります。この説明よくわからない、今何の話をしてるんだと思ってる方、私以前に動画ありますので、その動画見てください。その動画については次のスライドでまとめて紹介しますので、この動画って言って紹介しますので、次のスライドまでちょっとね、最後まで見ていただければと思います。話を戻りまして、簡易や2割特例を使っている方はそもそも仕入れ税額控除の保存が必要ないということで、こういったことはね、あまり深く考えなくていいということになります。ただ
し原則課税で計算されている方は仕入れ税額控除をするために、まあ、消費税の計算をするときに仕入れ税額控除できた方が有利なので、この仕入れ税額控除をするためには適格の請求書というのを保存しておかなければいけません。この適格請求書どういったことかと言いますと、 T から始まるインボイス番号が記載されているレシートや領収書があること、また税率がきちんと記載されていることなどなど要件が6項目実はあります。こういった適格請求書の保存が必要となってきますので、レシートや領収書もですね、仕入れ税額控除したい方はしっかりと取って保管をしておかなければいけないということになります。そしてこちらも同じくデータでもらった領収書や請求書はですね、データで保存が必要となります。そしてこれらの適格請求書もですね、相当な理由が認められるよといった場合には書面、まあ、紙で保管しておいてデータが見れるようにしておけば緩和措置に該当するのでセーフということになるわけです。こういったようにインボイス制度も関連してきますし、この電子帳簿保存法も関連してくるので、最近のこのレシート領収書というのはですね、だんだん複雑になってきておりますので、しっかり皆さんこの項目を押さえてですね、レシートや領収書また関連書類しっかりと保管、そして整理整頓しておくようにしましょう。さあ次が先ほど言っていた関連動画についてスライドで紹介します。はい、こちら関連動画になります。他にもですね、インボイス制度についてわからないという方、他にこういった動画たくさん出しております。ぜひ遡って見ていただければと思います。インボイス制度、売り手買い手の準備は OK、 どういったものが適格請求書になるのか、どういった準備をすればいいのか解説した動画や、インボイス制度の2割特例ってどういったものなのか、また先ほどから言っているようにこの原則課税、簡易課税2割特例選べるって言って解説しましたが、一体どういう話なんですかっていう方、ぜひこちらの動画見てください。インボイス制度消費税申告完全解説という動画があります。ここで3種類の計算方法についてしっかり紹介してますので、学びを深めていただければと思います。またその他の関連動画、インボイス制度1万円未満の少額特例があるよというものやですね、前回の動画で出したインボイス制度のルール変更が起こってますので、インボイス制度の何のルールが変更になったのか、ぜひこちらの動画も押さえておくことをお勧めします。さてというわけで、本日はレシート領収書の整理整頓方法、そしてさらに電子帳簿保存法、インボイス制度に関係性もあるので、そういった面を含めてトータルでバージョンアップした動画を出させていただきました。あとレシート領収書の整理整頓でよく出てくる質問があるので、ちょっとスライド戻って解説したいと思います。この領収書やレシートの整理整頓の方法なんですけど、こちら皆さん科目ごとにまとめた方がいいんじゃないかなって質問されてくる方が結構いらっしゃいます。これ白色申告の方はですね、科目ごとに分けておいた方がもしかしたら確定申告は楽になるかもしれません。でも青色申告する方はですね、こういった科目ごとに分ける必要はないので、月ごと日付順にしておくのがベターかなと思います。もちろん科目ごとに分けた方がやりやすいって方は、科目ごとに分けることが NG、 やってはいけないというわけじゃないのでやってもらっても大丈夫です。またもう一点注意点なんですけど、この月ごと日付順にまとめるって言ったんですけど、現金で払っているものとカード払い、要は通帳から引き落とされているものというのは分けておいた方が確定申告の時に非常に自分が助かると思います。これどういった理由かと言いますと、現金払いで払ったものとカードで払ったものがごちゃごちゃになってますと、カードで本当は払ってるのにパッと見ね分からなくなって現金で入力してしまって二重で経費を上げてしまうというような現象が発生する可能性が高くなります。ですのでこういった現金払いとカード払い、また銀行振込で払ったものは別に分けておいた方がいいのかなというふうに個人的に思います。私も実際に自分のものはですね、現金払いのものとカードや銀行通帳から落ちているレシート領収書というのは分けるようにしています。はい、というわけで本日はレシート領収書の整理整頓方法について紹介させていただきました。私はオンラインサロンを運営しています。オンライン上で税理士を味方につけるというコンセプトで Facebook の非公開グループで運営をしています。メリットが4つあります。まず1つ目、税理士に専門家に質問相談が24時間いつでもできるということです。こちら文章で質問していただいて、私がその文章コメントに対して直接文章で答えるというスタイルをとっております。2つ目、メンバー全員起業家ですので情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目、私が毎日ビジネスに関することや経理や税金の新しい情報、また SNS や YouTube の裏側などオンラインサロンのみだけで書いている、投げている情報記事があります。その
記事の購読権利が3つ目のメリットになります。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しています。こちら Zoom で参加することによって私に直接質問相談することもできますし、またメンバー同士情報交換ができるということで非常に好評です。2ヶ月に1遍程度の頻度で開催をしております。オンラインサロンについては URL に詳しいホームページ飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。入会お待ちしております。はい、というわけでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また各 SNS いろいろやってますので、違った情報が覗けますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の内容以上になります。本日は皆さんね、気になってるだろう、経理どうやってやればいいの、レシート領収書の整理はどうやればいいの、また保存期間何年まで取っていけばいいの、などなどいろんな疑問がね湧き上がってくるかと思います。その点に対してバージョンアップした内容ということで動画でお送りさせていただきました。そして昨今はですね、電子帳簿保存法やインボイス制度の導入、また定額減税など新しい制度が次から次へとスタートしています。それにしっかりとついていく、また知識を入れておく、情報を入れておくっていうことは経営者として非常に大事なポイントになりますので、皆さん自分が損をしないよう引き続きこういった動画でうまく利用して学んでいただければと思います。では本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださっている方ありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士神奈美でした。それではまた。